10月1日、川崎市にある中原市民館で、市内で活動するボランティアや市民活動団体の祭典、ご縁楽市が開催されました。市内で活動するボランティアや市民活動団体が一堂に会し、活動の PR や交流を行うことを目的に開催されているこのご縁楽市。今年は65団体が出展しました。腰がしっかり伸びる。ストレッチがいいと思う。やってみます。会場では物品の販売のほか、さまざまな趣向を凝らしたワークショップが行われ、会場は多くの来場者でにぎわいました。自分が活動したい団体に知り合えて、そこの仲間に入ったりとかしてですね、市民活動がより活性化するようになればいいと思っております。皆さん本当にね、今日すごい笑顔で開催できてよかったなって強く感じました。また今年は主催者企画として、川崎の農業と食に焦点を当てたパネル展示が行われたほか、ステージでは歌やダンスなどのパフォーマンスが披露されました。3年ぶりに規模を拡大して開催されたご縁楽市。各団体が直に交流を行えたことで、笑顔あふれるイベントとなりました。